すべてを信じて歩いてきた道は、失望と絶望と悲しみの連続だった。とも子の弁護士の道は途切れました。虎に翼。ずっと信じていた。どんなに辛くてもこの道を歩いていけば、きっと自分の望む社会が訪れる。私は仲間たちの思いの屍を乗り越えて、歩いてきて、歩いていくつもりだった。そして、新しい命を宿した。それでも変わらずやっていける。乗り越えていける。きっといける。必ずいける。ずっと信じて歩いてきた。だけど、とも子は、ついに限界が来ました。第39話のお話は、講演会で倒れてしまったとも子。雲野たちは、穂高からとも子の事情を聞き、今は子育てに専念するべきだと彼女に諭す。ヨネの姿を追い、とも子はカフェ東大を訪れる。営業ができず、軍歌のレコードをかけて、細々と続けていたカフェ。妊娠を隠していたことを詫びるとも子に、ヨネは背を向ける。一人残った婦人弁護士というとも子の思いと、ヨネが思った婦人弁護士の考えとは温度差があった。もう、弁護士を辞めると決めているとも子に、ヨネは、こっちの道に二度と戻ってくんな、と言うと、言われなくてもそのつもりよ、と。弁護士の仕事に失望しているとも子は、その日のうちに辞表を出した。第39話は、このようなお話になるようです。とも子にとって、どこまで行っても地獄でしかなかった弁護士の道。高等試験に受かっても喜びはなかった。気がついたら仲間は全員いなくなっていた。ヨネの進む道と自分の道は初めから違っていたのかもしれない。女性の幸せは結婚して子供を産んで夫や子供のために家庭を家を守ること。とも子は悟ったようです。女性が弁護士になって頑張っていくことは不可能だということを。とも子は心が折れて弁護士を辞めました。そして、由美という女の子を出産しました。第38話。とも子は子供を授かり幸せになっていくはずだったのに。戦況の悪化で男性が徴兵されるため、女性の仕事は増える一方でした。そして、兄の直道にも、ついに赤紙が届きます。あの時代、家族は戦地に赴く夫や子供を笑顔で送らなければなりません。花江は直道の前では涙を隠していましたね。春も出征する息子のため、貴重なごちそうを用意し、出征を祝います。戦地に行ってしまえば、帰ってくるかわからない。直道が旅立つ時になり、花江はやっと本当の気持ちを伝えます。大好きよ、直道さん。絶対に帰ってきてね。皆に聞こえないよう、彼女は耳元で囁きました。俺にはわかる。彼は自分のことについては何も語りませんでしたね。誰も時代の流れは止められないけれど、とても辛い気持ちになります。兄が帰ってくるかわからず、
とも子は悲しい思いでしょう。彼女は久保田が弁護士を辞めることにショックを受けた矢先の出来事でした。彼女も久保田と中山が弁護士を辞めてしまうとは思いもしません。出産後も仕事を続ける先輩方を目標にしていたのに、女性が妊娠を機に今後の仕事に悩むのは現在と同じですね。学生時代から共に戦ってきた仲間も人生の分岐点を迎えていました。久保田は仕事と家事の両立に苦しんでいたよう。彼女は男女平等を目指し、婦人弁護士として何とか頑張っていたけれど、仕事が忙しくなる中、弁護士としても妻としても完璧を求められる。久保田はハードな毎日に疲れ果てたようでした。彼女も女性の地位の向上のため、なんとか弁護士として踏ん張ったけれど、男性社会で女性はまだ弁護士として信頼を得にくかったのですね。先輩に女性らしい言葉遣いをするよう注意されたと久保田が話していました。弁護士として努力を続けてもすぐに女性の立場が変わるわけではなかった。共に地獄の道を歩んできた仲間がどんどん消えていく。女性部の仲間で弁護士はとうとう智子だけになった。偶然竹本に来ていた桂葉は智子と久保田の話を聞いていましたね。法律に真摯に向き合う智子のことを彼は認めているような気がします。桂葉は彼女が弁護士を続けられるか心配だったかもしれません。智子は妊娠中で体調も思わしくない中仕事に追われています。雲野は言論弾圧で逮捕された記者や編集者の弁護で忙しくなっていました。彼女は弁護の仕事をこなす一方、久保田の新聞記事を受け継ぎます。そんな忙しい日々を送る智子は、穂高から講演の依頼を受けました。身重で、疲れ気味の彼女ですが、大変でも依頼された仕事はすべてこなします。たった一人で戦う彼女を、ヨネは心配しているよう。道半ばで諦めた仲間たちのため、女性の未来を切り開くため、重くのしかかった責任に彼女は押しつぶされそうです。しかし智子は荷物を下ろしませんでした。どんなに大変でも頑張り続けたい。頭ではそう思っていても、身重の体は思い通りになりません。すごい顔してるぞ。怒りが染みついている。久々に顔を合わせた桂葉は、智子の顔を見るなり、そう言いました。彼は竹本で落ち込む彼女を見かけ気になっていたのでしょう。苦しい状況で頑張る彼女の焦りや苛立ち。桂葉にはそれが分かったようでした。彼女が体力的に限界が来ていることに気づいたのでしょう。その直後、智子は過労で倒れてしまいます。医務室で目覚めた彼女は、穂高先生に悩みを打ち明ける。責任感や仕事の多忙さ、身重の彼女には辛いことばかり。それでも弁護士を続ける意味があるのか。意志の強い智子ですが、逃げ出したい気持ちにもなる。先生も
彼女に無理をしてほしいわけでない。とも子の妊娠を知った先生は、仕事よりも体を大切にすべきと言います。結婚した以上、良き妻、良き母になることが優先。穂高先生の意外な言葉を聞き、彼女は裏切られた気持ちになったよう。身を粉にして頑張っても、すぐに社会が変わるわけでない。もし彼女が弁護士を辞めたとしても、次の世代が志を受け継いでくれる。雨だれ石をうがつ。社会を変えるには、それくらい長く時間がかかる。穂高先生は長い経験から彼女にアドバイスしたのでしょう。しかし、必死で頑張っている智子は、否定されたような気がするのは当然のこと。まだ智子にはできることがあるはずなのに。先生は弁護士を辞めた方がいいというような言い方です。こうなることが分かっていて、私を女子部に誘ったのですか？私たちに世の中を変える力があると、信じてくださったのではないのですか？初めて、智子が先生に反抗したのは、信頼を裏切られたからでしょう。彼女は追い詰められた気持ちになったようです。そして、轟にも赤紙が届き、彼は佐賀に帰ることになりました。大学時代の仲間はもう、ヨネだけです。お前は一人じゃない。彼女は一人で頑張ろうとしている智子に声をかけましたね。智子は一人で頑張ろうとしていますが、彼女や雄三、桂葉など見守ってくれる人もいる。智子に謝罪に来た穂高先生も、本当は味方なのですが、智子の心は追い詰められたまま。彼女は苦しみから抜け出せぬまま。最後までご視聴いただきありがとうございました。